見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。人は年齢を重ねても性別不問の老人になるわけではない。男と女で年を取ることへの感じ方や備えはどこまで変わるのか。生き方の達人、俵総一郎氏と下地明子氏が初対談。天然、夫や妻の気持ちがわからなくなるあなたに送る。定年を迎えたサラリーマンの男たちはなぜ急に弱くなるのか。夫を失った妻と妻を失った夫の違い、生きているうちから死後の手続きを始めることの是非、理想の最後など、高齢化社会を生きる知恵と名言が満載の、人生の締め切りを前に男と女、それぞれの作法、から注目の章をピックアップ。誰かに求められているという実感が何より大切です。下重、私は女性の中でも孤独に強い方かもしれませんが、一般論としても男性の方が女性より孤独に耐えられない人が多いという気がします。田原特に長年連れ添った夫婦で、妻に先立たれた時の男たちの落ち込みは激しい。旦那を亡くした女性の日じゃないからね。女房に先立たれた男の平均余命は1年半だけど、夫を亡くした女性の平均余命は15年だという話もある。女は一人になっても、びくともしない。下も女は生活者ですから、田原男はね、一人になってすごく寂しいんだけど、人前ではメソメソできないから、余計にストレスが溜まるんだ。下重以前、文芸春秋で永六輔さんと田原さんが共に奥様を亡くされた後に対談をしていたのを読ませていただきました。あれを読むと、残された男たちがいかに弱いかというのが、よくよくわかりました。私はお二人ともよく存じ上げているし、奥様も両方ともよく知っているものですから、お二人の様子が目に浮かぶようでした。田原だって、長さんは奥さんを亡くしてからも旅先から毎日奥さん宛に手紙を書いていたそうですよ。下尾もあの人は手紙を書かずにいられない質ですからね。A さんのお父様が亡くなって、葬儀に行った時のことですが、私が家へ帰り着いたら、その日のうちに、ありがとう、というハガキが届いたくらい筆まめでした。田原どこに行く時も、ハガキを持って歩いていましたね。下重久志さんはご自分の家に人を招かない人でしたから、生前はあまりお邪魔したことがありませんでした。ただ、長さんが亡くなってしばらく経って、お住まいだったマンションにお線香をあげに行ったんです。その時、とても驚いたことがありました。玄関のドアの裏側に紙が貼ってあって、そこに1、ドア閉めたか2、鍵はかけたか3、水は止めたか4、ガスは止めたか、と書かれていたのです。私、それを見たとき、まあ長さんは一人になってから、いつも外出するときにあれを見て暮らしていたんだな、と。その姿を想像すると、本当に涙が出ました。田原さんもやっぱりそういうところはあります。田原全くない、下思え、全くないんですか。娘さんが全部やってくれるからですか。節子さんがいらっしゃるときは、どのように二人で暮らしていたのですか。田原僕はね、節子の時も、その前の女房、1984年に死別の時も家では全部女房の言いなりです。引っ越しでも何でも、どこの銀行に貯金がいくらあるかも、僕は全く知らない。下尾もそうすると入ってくるお金の管理も、すべて奥様がやっていた。田原そうです。今は娘が全部やってくれている。財布に千円札がなくなったからちょうだいとか。そういう感じです。